どうもこんばんは、佐藤健です、お待たせしました。映画ついに完成しました。いかがですか、こうお互いの浴衣姿をご覧になって。結構ね、武井さんシックな。武井さんの浴衣はあのキャベツの浴衣で、ひどいと思うんですよね。斬新で、すごいかなり。そんなの全然嬉しくない。いやいやいや、褒めてますよ。かわいい。全然嬉しくない。かわいいよ。やっぱでもそういうアイテムを使うのは大事なんだなって思いましたよ。もうちょっと詳しく、どういうことですか。こういうことですか。あの粋なプレゼントでも出てくるのかなっていう。ああ、ごめんね、出てこないんだけど、うん、なんとさらに今回はお二人からプレゼントをご用意しております。ということで、こちら、ちょっと箱を持ってきていただくんですが、るろうに剣心、京都大化編ということで、まあ、大化と聞くとちょっと暑そうよねということで、あのその暑さをちょっとあの涼しく感じていただくべく、今あの右の方にスタッフの方がお持ちくださってるんですけど、朝顔で涼んでいただこうという1名ずつ、はい、引いていただきます。はい、じゃあ計算もお願いします。王列、王の王列の方、21番の方。あ、そういうことです。じゃあちょっとあのステージの方までお越しください。おめでとうございます。おめでとうございます。お、浴衣、ね、素敵な浴衣姿で、金魚の浴衣作っちゃうよ、そんなキャーってなってますよはい、ということで、はい、じゃあカメラの方。やっぱり他の作品と比べても、すごく強い作品なんです。本当にたくさんの方に見ていただきたいっていう気持ちです。8月1日に公開ですので、それに向けてこの映画を盛り上げていこうと僕たち頑張りますので、もしよろしければ、力を貸してください。どうぞリラックスして映画の方を楽しんでってください。今日はありがとうございました。振っていただいて、はい、ちょっとあのムービーさんの方もなんとなく手を振ってこの辺りだよというのを、はい、見せていただけますでしょうか。ありがとうございます。よければお客様振っていただいても大丈夫でございます。